日本神奈川県海老名市恵美町恵美町は、神奈川県海老名市の町名。定番を持たない、単独町名で、住居表示実施済み区域。郵便番号は2430438。面積は0.19平方キロメートル。市内中央北部、小田急小田原線、相鉄本線海老名駅と JR 相模線海老名駅に、 挟まれた区域に位置し、北東から南西にかけて広がる。一帯は、相模平野の平坦地である。地内はもともと小田急電鉄所有の市街化調整区域で、南西部の文化施設のほかは駐車場として利用されて、いたが、2009年に市街化区域に編入された後、小田急電鉄による再開発計画区域となった。西から北にかけて上里、北で、大木町、 北東で国部北、東で中央、南で河原の口と、それぞれ接するほか、東端で国部南ともわずかに接する。前述の小田急電鉄による海老名駅間地区再開発計画に伴い、大和上里の一部で住居表示が実施され、2017年2月に新たな町として成立した。町の成立時点では居住施設がないため人口は0であるが、 今後高層分譲マンション等の建設が予定されており、開発後の計画人口は2200から2500人となっている。複数の町名候補の中から、エビナに恵みをもたらす町という願いを込めて選ばれたという。地内に居住者がいないため、エビナ市と地権者の小田急電鉄らとの議論によって決定された。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 JR 相模線海老名駅にも隣接する。ありがとうございます。